河内カンとは、柑橘類の一種である。ミオカン、アイナンゴールド、ウワゴールド、ハーブカンアマクサバ草ンカン、ジューシーフルーツ、ジューシーオレンジ、ナダオレンジ、夏分館などとも呼ばれる。河内カンは、昭和10年に、熊本県、宝郡カ河内村で発見された、自生種で、分館の血を引いていると考えられる。地名から、河内と年を越して、 春を過ぎた夏になって収穫を迎える一番遅い季節の収穫ということから晩の柑橘とされ河内万柑と名付けられた。外観から和製グレープフルーツと称される。名称にもあるように晩成であるが5月に開花してから翌年の8月や9月まで実がついているという特徴がある。また晩成で越冬する必要があるためにハウス栽培や 冬季も一定以上の気温で、ほとんど構想することのない地域での栽培が必要である。そのため、生産地は愛媛県愛南町や熊本県天草市などの少数しかない。なお、愛南町は生産量の約半数を占めており、日本一の産地である。そのため、別名である美カンは愛南町の前身の一つである未生町に由来する。また、 愛南町では2007年から愛南ゴールドという呼称を総称として用いている。日本における収穫量は2005年が7078トン、2010年が8822トンであり、その内訳は愛媛県63%、熊本県35%である。国産柑橘の羽境期である4月から8月に旬を迎える晩生の柑橘であり、 夏分担として知られる品種である。特徴的なのは、樹上で12から15ヶ月間実らせることで、味は甘さと酸味を備えている。日本一の産地である、愛媛県の最南端に位置する愛南町は、県内でも温暖な地帯で冬でも霜が滅多に降らないことから、この温暖な気候を生かし、柑橘の中でも特に寒さに弱く、デリケートな晩寒が栽培されている。 栽培方法は、樹上で長期間実らせることから、地元で採れるカキの殻などを土作りに用いるなど、有機物を活用して健康な木を育てている。初夏まで木の上で熟させた晩管は、収穫する実の横で、翌年の花が咲き、小さな実が同居する珍しい現象が起きる。病気を防ぐため花の時期に農薬散布をすると、収穫直前の実にかかってしまうため、 この時期の農薬散布は行わない。その結果、見た目が悪くなってしまう。また、かやを検証といい、この時期まで樹上で熟した実は、やや奥、色が変わることがあるが、熟した証なので問題はない。ありがとうございます。